皆様こんにちは、ピアニストの坂戸智樹です。9月15日日曜日、山梨県の花影ホールにてリサイタルを行います。演奏する曲目はショパンの別れの曲、黒鍵のエチュード、木枯らしのエチュード、他に、リストのリゴレットパラフレーズやラフマニノフのボカリーズなど、クラシックにあまり馴染みがない方でもきっと聞いたことのある、美しい名曲をお届けいたします。本当にそのピアノの華やかさだったりとか、ピアノで奏でる美しい旋律だったりと、ピアノの魅力がこうギュッと、凝縮された内容となっておりますので、ぜひお楽しみいただけたら嬉しいです。会場の花影ホールはレコーディングなどで使用されることも多かったりと、とても響きの良いホールだと伺っております。そのような響きの中でこれらの名曲がどのように響き渡るのか、私自身もとても楽しみですし、ぜひその様子を皆様にもお聞きいただけましたら嬉しいです。9月15日、花影ホールにてお待ちしております。